どうも、刺身です。ジャパンスモークアップね、やっていきたいと思います。あとね、ダルシムじゃねえ、ブランカをね、やれば、ラウンド1は全員、戦ったことになるので、とりあえずね、全部変わってみたいね。ということで、おっかくりいってみましょうか。で、ブランカ。お、こいつは馬なんだな。まあ、そうだよね、ローリングアタック。馬と共に前方回転、やべえ。超楽しそうじゃない、それ。すごいね。よし、行ってみよう。ちょっとリズムを読まないとな。青き空、そこに仰ぐ釣り屋根が見るものを圧倒します。はい、東京スモー競馬場、毎度毎度の実況ありがとうございます。まずは横綱、北角竜の登場です。北角竜、横綱の格を見せつけ、レースを制することができるか。制しましょう。ここで芝生の戦士、ジャングルブランカの登場です。芝生の戦士、何言ってるか分からん。さあ、気合い十分、ジャングルで鍛えたその、すげえな、この馬の縦髪、お揃いじゃん。スターターは行司の木村翔太郎、実況はラジオ日経小塚が務めます。はい、しゃあ、パッパッパッパーン、行こう。地鳴りのような大歓声です。毎度毎度地鳴りのような大歓声だな。へい、細けえな。でもこの芸がね、一人一人馬もちゃんと合わせていいね。ファイト、しゃあ勝つぞ。ほぼ揃ったスタートです。果たしてどんなレース展開が待っているのか。デン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 、おい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 、頑張れよ俺、ミスんなよ。あぶねえ、よし、順調。あぶねえ、よし、オッケー。これであれなんだ、敵にダメージ入ってんだね。ほんでこっからが、頑張れ。連打がちょっとあれだな。ここで稼ぎたい。さあ、ここで各馬コーナーを曲がっていきます。おっと、ここでブランカがドラミングだ。ドラミング、胸を激しく打つ音だけが虚しく東京相撲系。どういうこと、何の効果もねえのそれ。マジか、来た、ローリングアタック。馬と回った。むちゃくちゃだなおい。ぶちかましブースト、ぶちかましブースト、飛んでる飛んでる飛んでるよ。やべ、乱れてる、心が乱れてる。頑張れ、どうだ、頑張れ、いったか。よし、ぶちかましブースト、もう走ってない、飛んでるけど、勝った、やったぜ、パーフェクト、マジでパーフェクト。あ、バットが出てないってこと。そっか、でもグッドは3つあるんだな。よっしゃ、はい、というわけでね、見事ブランカにも勝利することができました。これでラウンド1は全部ね、勝ったので、次ねラウンド2に進んでいきたいなと思います。なんせね、相手にあのエドモンのホンダがいるのでね、相撲取りたい相撲取りというね、ちゃんとした試合、まあ競馬っていうところでね、まあ、ちゃんとしてないんですけどね、いろいろなことがね、まあでも相撲取りたい相撲取りという対決も見れるのではないでしょうか、というところで今回は終わりにしたいと思います。それでは皆様、さようなら。